新門桜井神社は、大阪府堺市南区片蔵にある神社。式内社で、旧社格は、府社。別称は、上、上屋八幡宮とも。拝殿は、堺市内唯一の国宝に指定されている。現在の祭神は次の三柱。伝承によると、この地方に住居していた、桜井家村の一族がその祖先である、竹内宿根を放災したのが宗師という。また、 水古天皇5年には、八幡風を合詞したという。延長5年成立の演儀式新明帳では、泉国王鳥群に、桜井神社と記載され、式内社に列している。また、後世に当社に合詞された山の井神社、国神社もそれぞれ式内社に列している。平安時代には、神仏集合が進み、亀湯山神宮寺が、境内に建てられた。建武4年。 上上上主の上上常ねが社殿を造営している。天正5年、織田信長による奇襲性伐の戦果を受けて、廃殿以外を消失し、車両も没収される。天正16年、加藤清正によって阿弥陀堂が再建され、復興される。慶応四年神仏分離に際し、仏像や経典などは片倉の金墳寺に移され、阿弥陀堂は別所の北家寺へ移築された。 また、後に、主郎は、新横に改造されている。1872年に、近代社格制度において、校舎に列せられた。また、1908年から1910年にかけて、国塚三社保科級舎を合使している。1942年には、府舎に昇格した。拝殿拝面10月第1日曜日の秋祭りに、上、神谷の小鳥が奉納される。 所在地交通アクセス。ありがとうございます。